すだれは、竹や足などを編んで、部屋の仕切りあるいは日よけのために吊り下げて用いるもの。立すだれ窓の外やの木先に垂らされ、日よけ、目隠し、虫よけなどの目的で使われる。夏の風物詩でもある。万葉集に秋の風ですだれが動く様子を歌った短歌があり、すだれの歴史は少なくとも、奈良時代まで遡る。横方向に垂らすような形で用いる。 掛けすだれのほか、縦方向に立てかける形で用いる、縦すだれと呼ばれる種類もあり、特に、ヨシを素材として編まれたヨシ図は、カを中心にの木先などに立てかけて使用されるもので、ある。カーテンやブラインド、スクリーン等が普及する中、使い勝手の良さや見た目の良さにより根強い人気を持ち、洋風縦すと呼ばれるものも販売されている。近代建築においては、 エクステリアやインテリアの装飾品として使われることもある。なお、すだれ状のものを商品等の放送用にしたものは放送用すだれと呼ばれる。源氏物語の中のミスミスとは特に緑色の布の縁取りなどをしたすだれのこと。ギオレンとも読む。大名薬ゲなどが部屋の中や外を分けるのに使われていた。その歴史は長く、小倉百人一種の人物描写にも、 ミスが描かれている。清少納言の香露法の雪はすだれを掲げてみるの逸話における。すだれはミスのことである。神社で用いるミスは、細く削った竹を赤糸で編み、縁を四方と内に縦に三筋つける。本殿のミスは針も針丸も外側につけるが、それ以外は内側につける。掲げ方は内巻きに巻き上げると定められている。 日本では1970年代頃までは日本国内産の比率が高かったが、河川改修などで材料となる、足の生育地が減少したことから、中華人民共和国産の比率が高まった。茶室の代表的な関東すだれは大萩、幅広い琵琶こすだれは、千代車が多く使用される。衣装分類定義カード特許庁、君松と我が恋日折れば我が宿のすだれ動かし焼きの風。 福井省分類定義カード特許庁神社夕食古日76ページ昭和26年7月15日神社本庁発行ありがとうございます。